Alright, so we're starting Valkyrie Tive Bukuni. Yeah, Valkyrie Dive Bukuni. This is gonna be the intro. So this was the opening. Wait, do I even have DLC for this game? I'm just curious, do I even have DLC? Why does it say checking DLC? Valkyrie Drive! から始めようか。 Valkyrie Drive. Waiting for you.
love gets wound up to her. They don't break up. It's not aware of the mirrors. There's only one way to control the virus. Fight. As we effectively battle one another. Oh man. Oh, we just saw the opening though. I have 1-0. Hope of Bakuni? やっと着いた。ここがビクニか。へえ。病気の療養のために作られた島だって聞いてたから、もっと寂れた場所を想像してたけど。想像してたよりもずっと大きいね。建物も立派だし、人もたくさんいそうな雰囲気だし。ちょっとしたリゾート地って感じ？遊ぶところってあるのかな？ショッピングもしたいかも。ランカちゃん、私たちは病気を治しに来たんだよ。遊びに来たんじゃないんだから。お父さんとお母さんがいろんなツテを頼って評判のいい島へ行けるように手配してくれたんだもの。きちんと病気を治して早く安心させてあげなくちゃ。ランカちゃんだって早くお家に帰りたいでしょ。分かってるってば。お姉ちゃんの言うことは理解できるし、大体賛成だよ。私たちのこれが病気だって言うなら治さなくちゃって思うしさ。療養だって真面目にやるよ。私はさ、お姉ちゃんと一緒ならそれだけでいいんだ。そうだね。で、どうするの？どうするって、私たちこの島にしばらく住むんでさ。ね、だったらなんかこう手続きみたいなのが。私は何も聞いてないけど。じゃあ住むところとかどうするの？私、ランカちゃん、私は何も聞いてない。あっちゃー、困ったな。どうすればいい？ランカちゃんは心配性すぎるのよ。誰かに聞けば済むことでしょ。お散歩がてら適当に歩いて、会った人に。そんな行き当たりばったりで大丈夫かな。行き当たりばったりじゃなくてポジティブシンキング。お待ちしておりました。わ、何これ、ロボット？ほら、お出迎えの人が来てるじゃない。私が言った通りだったでしょ。人じゃないと思うけど、まあいいか。で、あんたが案内してくれるの？入島許可証を提示してください。お姉ちゃん、入島許可証を見せろって言ってるよ。何それ？向こうを出るときに渡されたでしょ。大事なものだからなくさないようにって言われたよ。入島許可証？あれのことか。私が持ってると絶対になくすから、私の分もお姉ちゃんに預けたよね。あー、そうだっけ。まさかなくしたの？なくしてないよ。なんかちゃんてばお姉ちゃんを疑うの？悲しいな。ごめん、そんなつもりじゃなかったんだ。じゃあ許可証は？ないの。え？なくしてないんだよね？なくしてないけど、船の中に置いてきちゃった。で？入島許可なき者は排除。うわ、ロボットが集まってくるよ。どうするのお姉ちゃん。話せば分かってくれないかな。侵入者を排除せよ、排除せよ。聞く耳持たないみたいだよ。ここを通してもらえないと島の人を探すこともできないね。しょうがない、ちょっと道を開けてもらおっか。行くよ、ランカちゃん。お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。
まだ余裕。これでよしっと。壊しちゃったロボットはゴミ箱にでも隠しておけばいいよね。証拠隠滅っと。それじゃあ改めて島の人を探しに行きましょう。ほら行くわよ、ランカちゃん。ああ、待ってよ。ね、バルキリードライブ進めるよ。お、第一島民発見。同じくらいの年、あの人に聞いてみましょう。あの、すみません。はい、何でしょう。私たちさっきこの島に着いたばかりなんですけど。ごめんなさい、私もこの島に来たばかりなんです。そうだったんだ。もしかして同じ船で着いたのかもしれないね。ということは私たち同じ境遇のお仲間なんでしょうか。はじめまして、私稲川真奈と申します。私は神楽坂凛花、こっちは妹の蘭花です。よろしくね、真奈ちゃん。凛花さんと蘭花さんですね。よろしくお願いします。ふーん、稲川真奈さんね、覚えておくよ。島に来て初めて会ったのがあなたたちで安心しました。私何もわからなくて不安で。私もマナちゃんみたいに優しそうな子と一緒でほっとしたよ。ほっとするのも安心するのも勝手だけどさ、状況は変わってないよ。入島手続きはどうするの？私たち許可証もなくしたし、寝るところも決まってないんだよ。お腹も減ってきたし、これじゃ病気を治すどころじゃないよ。やっと見つけたわ。あ、びっくりした。同社映像、ようこそリクニへ。あなた、私はこの島の管理運営を任されているものよ。島の人たちは私を理事長先生って呼ぶわ。やっとそれっぽい人に会えた。神楽坂凛子さんと蘭花さん、それに稲川真奈さんね。はい、私が神楽坂凛花です。こっちが妹。私が稲川真奈です。それともう一人同じ船で着いた子がいるはずなんだけど。もう一人？そんな人見かけなかったけど。迷子になってるのかな。どこに行っちゃったんだろう。あ、どうしたのお姉ちゃん。誰かに突然胸を揉まれ。誰だか知らないけど、私の許可を得ずにお姉ちゃんのおっぱいに触るな。気配も察知できないのか。大したことはないな。大したことあるよ。お姉ちゃんは93センチもあるんだからね。ちょっとランカちゃん。まあ私より大きいんだ。
Oh my god, that guy, that's funny. お前に許可を得てから飲めたらね。許可なんてするわけないでしょ。Why the hell would I ever care about doing that? お姉ちゃん下がって。こいつぶっ倒してやる。はい、そこまで。喧嘩はダメよ。誰だ、お前は。何の権限があって私に命令する。クズリュモモさんね。そうだけど。私は理事長よ。この島での全権限は私にあると考えてもらっていいわ。元気があるのはとてもいいことだけど、まずはこの島について説明を聞いてからでも遅くないんじゃない？入党手続きもしないうちから放り出されたくないでしょ。ちっ、神楽坂と言ったな。勝負はお預けだ。別にいいけど、後になって逃げ出さないでよね。お姉ちゃんのおっぱいを揉みしだいた報いはきっちり受けてもらうんだから。お前はいずれ殺す。ボコボコにしてやる。お二人とも落ち着いて、今は理事長先生のお話を聞きましょう。では改めて本当ならあなたたちのお出迎えもしたかったんだけど、何しろデスクワークが忙しくて。だからモニター越しでしか会えないの。ごめんなさいね。みんなはどこまで話を聞いてこの島へ来たのかしら。私は V ウイルスというものに感染していて、その治療のためにこの島に送られたと聞いて。私たちも同じです。でもそれだけしか知りません。では少し歩きながらこの島の紹介をしていきましょうか。ここはビクニ。 V ウイルス感染者の治療のためだけに作られた人工島です。正確に言えばそうして作られた島々のうちの一つね。他にも V ウイルスの治療のために作られたこういう島があるんだ。そういうこと。そしてあなたたちはラッキーだわ。ラッキー？どういうことですか？ここは数ある島の中で唯一 V ウイルスのコントロールに成功した実績を持つ場所なのよ。簡単に言えばこの島で1年間治療を受ければ V ウイルスを感知させることができます。質問してもいいですか？どうぞ、リンカさん。今の話だとなんだか私たちの病気が普通は治らないみたいに聞こえるんですけど。その認識で間違っていないわ。 V ウイルスを完全にコントロールしたという報告はありません。このビクニの外ではね。 V ウイルスってそんなに重い病気だったんだ。全然知らなかった。お父さんたちが言ってた評判がいい島っていうのはそういう意味だったのか。リンカさん、そんなに落ち込まないで。この島にいれば病気を治してもらえるんだもの。一緒に頑張りましょうね。うん、そうだね。ありがとう、マナちゃん。私も一つ聞きたい。治療とはどういうことだ。私はここで戦って強くなれと。誰に聞かされたか知らないけど、雑な説明ね。どういうことですか、稲川さん。みんな V ウイルスは強大な力と未知の可能性、その力を制御できないせいで思いがけない事故を起こしてしまったり。思いがけない、そのような過ちはV ウイルスの感染者にとっても、そういった事態を二度と起こさないためにも、 V ウイルスを思いのままにコント、そのために V ウイルスの力を使ってお互いに戦い合うことで能力を磨いてもらい、それが V ウイルスの治療につく。クズリュウさんが言ったことが間違いではないというのはそういう意味よ。コントロールか。それはこと、ええ、あらゆる、ならいい。お前たちに言っておく。私の邪魔をするな。邪魔なようであれば殺す。
それはこっちのセリフよ。私とお姉ちゃんの楽しい療養ライフを邪魔しないでよね。それにあんたさ、さっきから殺す殺すって物騒なこと言ってるけど、冗談だと思っているのか。お姉ちゃんにかすり傷一つでもつけたらただじゃ済まさないよ。ランカちゃん、喧嘩はダメだってば。リンカさんの言う通りよ。あなたたちはこれから同じクラスになるんだから仲良くしてもらわなくちゃ。同じクラス。 V ウイルスの感染者は若い人がほとんどなの。だからこの島には学校があるのよ。あなたたちは同じクラスで治療プログラムを受けてもらう予定だったんだけど。クズ竜って言ったっけ。こいつと同じクラスなんてごめんだわ。なんとか他のクラスにしてもらえないんですか。そう言われても困るわ。あなたたちは VR クラスで。 VR クラス。 VR ウイルス保持者をまとめたクラスよ。 VR ウイルス。あ、その説明も必要か。あなたたちは V ウイルスの中でも特殊。私たちはそれを VR ウイルス。 VR ウイルスにはそれ用に組んだ特別な治療プログラムが必要だから、あなたたちに関しては別のクラスというわけにはいかないの。特殊なウイルスってどういう風に特殊なんですか。 VR ウイルスの保持者はエクスターとリブレイターの両方の能力を同時に持つ。そんなことも知らずにここまで生き抜いてきたのか。エクスター、リブレイター。エクスターは肉体を物質化して武器アームへ変。リブレイターはアームをドライブする。つまりその武器。あなたたちはその両方の能力を持っているの。え、それって特別なことだったんですか。 V ウイルスの保持者はみんな同じだと思ってた。じゃあ私たちは特別な存在ってことなんですか。そうよ。だからこのビクニへ移送されたの。すごい、すごいわ。私って特…。VR ウイルスの活性化を抑えるためにはパートナーも VR ウイルスの保持者である必要があるの。なるほど。だから VR ウイルスの保持者は同じクラスにまとめられるんですね。そういうことなら仕方ないか。クズ竜と一緒のクラスでも我慢するよ。パートナーなんていらない。どうせ私以外はみんな死ぬ。そうならないための治療でしょ。そんなこと言わずに力を合わせて頑張りましょう、ね、一時的になら組んでもいい。私の目的の邪魔をしないなら。もちろんそれでいいわ。ランカさんもいいでしょ。まあそうしなきゃ治療できないって言うなら仕方ないよね。よかった。じゃあリンカさんもランカさん。友達じゃない。なれなれしく名を呼ぶな。それと、あら、ごめんなさい。よかった。それじゃあ入島許可証を船に忘れてしまったのですが、私たちすぐにでも治療を受けたいんです。そう簡単にはいかないんだけどね。え、どういくら VR ウイルス保持者でもそれをコントロールする素養がないものはいらないの。言い換えれば、治る見込みがない子は他の島で治療を受けてもらうわ。それは困ります。私たちちゃんと病気を治して家に帰りたい。では入島試験を行います。まずはリンカさんとランカさん。あ、はい。ここで何をするんですか。難しく考えることはないわ。いつも能力って言われても。思いっきり暴れればいいってことでしょ。ランカちゃんはいつもそうやって簡単そうに言う。相手は全てロボットだから手加減の必要はありません。心配なら私がやろっか。うん、今回は私がやる。私たちの力をしっかり見せてちゃんと治療してもらわなくちゃ。でしょ。準備はいい。いつでも始めてください。リンカさんがリブレイター、ランカさんがエクスターということね。さて、どれほどの可能性を秘めているのかしら。では、神楽坂リンカ、ランカの入島試験を開始します。行くよ。
お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。全然物足りないよ。はっ、うん、やっ、うん、やっ、まだまだ余裕。てい、うん、やっ、うん、やっ、てい、うん、やっ、うん、遅いよ。てい、うん、さあ50コンボ突破。はい、ここからが本番だよ。
so we passed the entrance exam. Passed the entrance exam. Yeah. Wasn't that? Okay, that's useful. Is there any cutscene? Yeah, there's a cutscene. あれ、もう終わり?試験なんていうから、もっと大変なのかと思ってた。凛香さん、蘭香さん、二人とも入党試験は合格よ。おめでとう。ま、当選ってところだね。私とお姉ちゃんが組めば向かうところ敵なしだもん。あの、マナちゃんとモモちゃんはどうなったんですか?あの二人なら。 二人も合格だった。二度と私の足を引っ張るような真似をするな。ごめんなさい。あれでも、あっちはなんだか揉めてるみたい。では改めて、今日からここがあなたたちの、ここで私たちの新しい生活が始まるんです。その通りよ。 いろいろな施設があるから、これから案内するけど、まずは入党の書類を片付けちゃいましょうか。あれ面倒なのよね。彼女たちの入党手続きなら、すでにこちらで済ませました。あら、月影さん、助かるわ。書類とか手続きとか、つい面倒で後回しにしちゃうのよね。陸にの理事長であるあなたがそんなことでは困るんですけど。まあまあ、いいじゃないの。あの、 理事長先生、その子は?うん、ちょうどよかった。紹介するわ。月影小春さん。あなたたちと同じ VR月影小春です。よろしく。神楽坂凛香さんでしょ。はあ、名前覚えてくれてるんだ。そちらが九頭竜桃さんと稲川真奈さんね。今日からこちらでお世話になる稲川真奈と。はあ、 綺麗な子だな。困ったことがあれば、何でも相談してください。同じ治療プログラムを受けるもの同士、力を合わせて頑張る。うん。そういえば月影さん、バイオラさんと一緒じゃない?いいえ。今日は顔を合わせてません。はあ、いいの。そのうちどこかで会うでしょう。この島は広いようで狭いから。 これから彼女たちを案内しようと思うんだけど、月影さんも一緒にどう?遠慮します。他にもやらなければならない仕事があるので。行っちゃうの?ちょっと残念だな。私たちはクラスメートです。少し経てば。それもそうか。じゃあまた今度ね、小春ちゃん。ええ。では、陸には案内するわ。 私たちの物語を楽しみましょう。We'll see each other next time on the next part of Bukuni.